ヤコブス・ファートは、正規ルネサンス音楽のフランドル学派の作曲家。ジョスカン・デプレとパレストリーナの中間の世代の代表的作曲家の一人で、ー模倣様式によりよどみないポリフォニー音楽を残した。クレメンス・ノンパパやオルランデス・ラススとも親交があった。おそらく、ヤコブ・ルニャールの恩師。クルトレイ出身もしくは、ハレルベケ出身。1543年。 13歳の時にオンゼ、リーフェ教会の聖火隊員に迎えられる。1547年に、ルーバン大学に進学するが、1550年までに、カール5世の宮廷礼拝堂において、聖火隊員として、ファートの名が記録されている。1554年から、プラハやインスブルックで、マクシミリアン大公の宮廷学長に就任し、1564年に、 太公が神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン二世として即位するとウィーンの宮廷学長に移動。終生その地位にあった。ファートはマクシミリアン二世の長身であり、マクシミリアンはファートの創生を日記の中で悼んでいる。現存するファート作品はほぼすべてが宗教曲であり、ジョスカンやムートン、クレキオンの伝統を踏まえたパロディミサが多い。初期には ゴンベールのぎこちない模倣が見られるが、後期作品は、自由なテクスチュアや大胆な不協和音において、ラッススの影響も認められ、ベネツヤ学派の二重合唱様式も採用されている。ありがとうございます。